できないできない、どうしてだよ。Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the. チャンネル登録と高評価、コメントお願いします。んーるー。はい、どうも、千賀ジョジョです。今回なんですけども、どうしてもね、できない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 っていう人がかなり増えてきましたので、もうこれはね、対処するしかないというわけでね、違うやり方を説明していきます。まず、ブックマークができないということですね。ジョブのね、トリガーがブックマークできていなくて、ブックマークね、できないってことは、ジョブトリガー表示できないというわけです。これどういうことかというと、非表示オプションからジョブ、非表示、カスタムとかにして、表示にしてもできないアカウントもあるんです。例えばね、パパテラのね、このアカウントはちょっと特殊で、ジョブをね、モッドジョブ作ってね、一度ね、全部ジョブを消されたりしました。そういったアカウントは、ジョブのトリガーが表示できない、ブックマークできない、プレイリスト作れないっていったね、制限がかかっています。まあそういう人はね、なかなかいないと思うんですけども、そういった人のため、またはね、それでね、できないっていう場合はどうすればいいかを解説していきます。ソーシャルクラブに加入していなくて、もともとブックマークできないよって言った人は、説明欄の違う手順をやってください。そして、こういったね、バグが起きている、ブックマークできない、などという場合は、このね、一度、持っているレースをフレンドさんとかにやってもらって一度クリアします。この2種類のね、イクリプスペントハウスの入り口と屋上のレースを自分で作るか、もしくは一緒にやってもらって一度クリアします。一度クリアしたら新しい招待限定セッションを開始します。その時にね、自由照準とかにして自分とね違う照準のフレンドさんやコミュニティの人をすぐ見つけやすい状態にしますね。出現位置をね、地下基地にしてスタートします。そしてね、今まで地下の中からジョブトリガー表示できないよってあったんですけども、このやり方を使うとそれ必要なくなるんですね。どういったことかというと、まずは複製したい車両をどこのガレージに入っててもいいので、イッシーレトロなどを使います。このようにジョブトリガーが出てないときは、表示オプションから表示、カスタム、表示っていう風に切り替えて見てみてください。バグっているアカウントやバグっている状態の時っていうのは、全然ね、ここね、ブックマークしても全然出ないんですね。まあ、こういったね、制限のかかったアカウントもあるし、普通にバグって出ない人もいます。しかし、ジョブをね、プレイで、最近プレイしたジョブっていうところに、さっきやった、このね、イクリプスのジョブっていうのは残ってます。これを使っていきますね。これが全くね、できないっていう人は、昔の手順の説明欄の方をやってください。そうすればね、こういったね、ジョブトリガーを使わなくてもね、ほぼできますので、それでやってくださいね。このように一度レースしたものは記録に残ります。これを今回使っていきます。これはマップ上にジョブトリガーを出さなくてもできるやり方ですね。では、複製したい車両を、地下基地の中に入れていきます。このジョブトリガーをね、うまく使いこなせない人の場合は、もう完全に一シーレトロだけでやってください。そして説明欄の手順の方でやった方がいいですね。この手順は一応ね、一シーレトロ以外も可能です。まあ、一応念のため、この位置に小さい車両を一シーレトロで停車させます。左上に文字が出る状態、機動作戦センターにレールが出る状態で、車両から降りると青いサークル、機動作戦センターの後ろに青いのが出る状態にします。機動作戦センターの区画3というのは必ずね、個人車両保管庫で、トレーラーヘッドはホーラーカスタムにしてください。この2種類が、できないと、この位置に停車をさせた時に左上に文字が出る、そして降りた時に青いサークルが出るという条件にならないですね。ではマップからトリガーを探してもブックマークしたはずがこのように出ない場合あります。このレースを一度プレイもできない場合はもう説明欄からやってください。そしてね、一度レースをねした人っていうのはオプションからね、最近やったジョブ、これをねスタントレースとかね、こうやってね、レースっていうのを出します。でイクリプスペントハウスの入り口のねジョブをね普通に開始します。これでジョブトリガーを使わなくても普通にねジョブの欄から開始することができますね。あとはジョブロビーに行ったら自分と違う照準のフレンドさんやまたはコミュニティの人に参加をしていきます。 GTA オンラインをオンライン表示でプレイしている人で自分と違う照準の人ですね、これに参加をします。で警告を丸、注意を×です。警告を丸をした時にセッションに飛んでしまう人は、それはね
照準が同じということになるので、違う人を選ぶか自分が照準を変えるようにしてください。そしてイクリプスペントハウス入っていきます。イクリプスペントハウスはこのね、内装を変更するといったねものがあるので、それを利用するので、絶対イクリプスペントハウスではないとできないですね。今まで強盗画面が、フリーさんの2番目というふうに案内したんですけども、他のでもできる方法あります。アニメーションが出なければいいということです。例えばパシフィックの1個目を始めた瞬間にやめれば、このような状態できます。ボードの前に立ってオプションを長押ししといて、離したと同時に離した瞬間に右十字キーを押します。体が消えてオプションが状態、ね、出せている状態になったら、ここで犯罪事業スターターパックを丸押します。で×を押します。シャークマネー購入画面を出して全部のカードが表示したら××します。タッチパッド長押ししてアパートのスタイルを丸、下十字キー丸、ゆっくりでいいです。そして下十字キー丸、暗くなってから下十字キー丸、このようにフェードといって暗くなるのをなくなるまでやるんですけども、全然うまくいかない場合は再起動した方がいいですね。そして丸下丸下丸下丸といって固まった状態、完全に固まっている状態になったらバツバツバツをします。ミニマップが完全に消えていれば成功です。そして部屋がねプレビューの状態になっていればガチガチのね固まった状態になるので、ここでね複製の犠牲車両があるナイトクラブガレージやアリーナの近くのジョブトリガーを四角丸で開始していきます。この自分と違うね照準のフレンドさんやコミュニティの人を探すやり方がよくわかんない人は、1個前のね動画で解説ねよくわかりやすくしてますので、そちらも確認してください。ではここで違う照準の人に参加をします。警告を回る、注意を×ですね。ここのナイトクラブだと元々あるジョブトリガーちょっと遠いのでちょっと大変です。ちょっとカットしていきます。ではここのナイトクラブガレージの前に行きます。黄色い輪っかがないことを確認します。それはねガチガチに固まってるということですね。黄色い輪っかがある場合はすぐバグが解けるので注意です。ではこのまま複製の犠牲車両 LHRH8 があるガレージに入って、LHRH8 に乗り込んで R2 で外に乗り出します。乗り出した時に車両がなくなって体だけ出ていれば、もうこれでね複製は半分ぐらいできたようなものですね。あとはここでバグを解いてこのセッション内でずっと続けるか、もしくはバグったまま完了させて新しいセッションでもう一度バグらせるかということです。ではここでイクリプスペントハウスの屋上にワープしたいんですけども、ジョブトリガーがない場合はこれでね一度プレイしたねレースの中にある、イクリプスペントハウスの屋上を開始します。そこで、開始をしたら、ロビーに行って次にまた、自分と違う照準と、または、自分と違う照準のフレンドさんに参加をします。参加を押したら警告を丸、注意を×です。時々ゲームに接続できませんといった場合が出るので、それはねセッション移動されている場合があるので、もう一度ねその人のプロフィールから読み込んでください。警告丸、注意を×です。そしたらここで透明になっているのはもうバグがね続いている状態なので、これを解く必要があります。ここのね室外機のところに行って、下十字キー長押し、右スティックストーリーキャラに合わせて2、3秒、4秒、5秒ぐらいしたら×を押してください。これで建物が見えるようになれば、ミニマップが出ていればバグった状態が解けています。ここで地下基地のジョブトリガーを開始します。ロビーに行くぐらいで自分と違う照準のフレンドさん、コミュニティの人に参加、警告を丸、注意を×ですね。建物が透明な状態でストーリーキャラに捨てて終了を×の時に無限ロードになっちゃう人は、説明欄のね違う手順をやった方がいいですね。ではここで、地下基地のね近くのジョブトリガー戻ってきます。ここもね無限ロードっぽくなったら、下十字キー長押し、右スティックストーリーキャラにせて終了を×っていう風にすると解ける時があります。このまま地下基地に入って複製したい車両に一度乗り込むだけにしてください。ここでねエンジンをかけます。エンジンをかけるだけです。で降ります。必ず降りて一度歩いた状態で機動作戦センターの中入ります。そして一番前から必ず出ていきますね。
これミニマップがもう出ている状態であれば後ろから出ても大丈夫な場合もあるんですけども、よくね分かんなくなっちゃう人多くなるんで、もう統一して前から出てください。そしてね、複製したい車両にもう一度乗り込んで右十字キー丸で入れ替えをしていきます。これでジョブトリガーがね出ないっていう人がどうすればいいかっていうね、2つのね案内ができたと思うので、全くジョブトリガーをねブックマークらすらできない、一緒にレースやってくれる人もいないっていう場合は、説明欄の前にね出したね手順の方を使ってください。そして一緒にレースをやることができる人、ブックマークをできるかもしれない人は、一緒にねレースやってもらって、最近やったジョブというのをうまく使う、ジョブトリガーから使わなくてもジョブの欄からやる方法でやってください。こんな感じでね、動画の一番最初に戻ってまたね、手順を繰り返していけばできますね。まあ、全部でね、かなりの台数をね複製できると思うので、5000万ドルぐらい稼げると思います。まあ、よかったらやってみてくださいね。